映画の特殊効果処理に使われる2つのプロジェクターを備えたオプチカルプリンター。左端にあるランプハウスが光源。A、第1プロジェクターのフィルムゲート B、第2プロジェクターのフィルムゲートに A の映像を投影するレンズ D、撮影レンズ E、カメラのファインダー F、シャッターコントロール機材 G で装置のすべての電子制御を行うオプチカルプリンターとは、 映画撮影機に接続された1台以上の小型映写機からなる装置。オプチカルプリンターを使うことで、現像済みの映写フィルムを再度、別のフィルムに光学的に焼き付けることが可能となる。映画や古いフィルムのコピー、修正、特殊効果に用いられる。特殊効果には、画面が徐々に明るくなる、フェードイン。 逆にだんだん暗くなる、フェードアウト、画面が徐々に別の画面へと移り変わる、リゾルブスローモーション、クイックモーション、マット合成などが含まれる。複雑な処理の場合、複数の特殊効果を1ショットに含めることもできる。経済的な理由から使用する場合でも通常の映像作品では、特殊効果を加えるカットだけがオプチカルプリンターにかけられた。特殊効果を加えるカットは、 ネガ編集の段階でオプチカルダッシュと呼ばれるカットとして切り出され合成されて戻ってきたネガフィルムが合成されていないネガフィルムと繋げられたそのためオプチカル合成を行ったカットと行っていないカットとは世代が異なり明らかに見栄えが異なるこの落差は作品によって異なるもののプロが見なければわからない程度の差のものから素人が見てもわかるくらいに 大きな差があるものまで様々ある。このあたりはネガ編集を行う職人やオプチカルプリンターを扱う職人の技が冴える部分でもあった。最も単純な構造のオプチカルプリンターは1920年代初めに開発された。その後、1930年にリンウッド弾による改良が加えられ、1980年代にはコンピュータ制御を備えたものが現れた。 しかし1980年代終わりにデジタル処理による特殊効果が使われ始め、1990年代半ば以降は完全にデジタル処理に主流が移り変わった。それ以降、オプチカルプリンターは商業作品で使われることは稀で、フィルム撮影を行う一部の映像作家に使われるのみとなった。1992年公開の永遠に美しくが、イルムが、 オプチカルプリンターを使った最後の作品である。1937年に東方の特殊技術家へと迎えられたつぶらや英二は手動式の国産機を自ら設計することでどうかの合成技術の向上を目指していた。東方でもゴジラ沖に合成技術のさらなる向上を目指していた津村の意欲に応えるべく、百六十三年の六月にはアメリカにて 開発済みのオックスベリー社製3ヘッド方式オプチカルプリンター1900シリーズをマタンゴの撮影用に購入した。つぶらやは3ヘッド方式の性能でも満足しなかった。自ら主催するつぶらや特技プロダクションにフジテレビと TBS からそれぞれつぶらやの優れた特殊技術を活かした新番組企画の発注があったことを知り、 オックスベリー社で新たに開発された、フォーヘッド方式オプチカルプリンター1200シリーズの購入を決断した。だが当時、世界中に2台しか存在しなかった1200シリーズの価格は11万ドルで、当時のレートで換算すると4000万円という、高額な機材だったことから、つぶら屋は、手付金の五百万円を工面すべく、つぶら屋特技プロダクションを、東方参加の会社にすることで、 資金面での安定を図ろうとした。つぶらやは、フジテレビで企画中だった新番組、ウーの制作予算を回すことで一時的に白1200シリーズの購入代金を立て替えようと計画した。しかし、ウーが中止となり、不可能となった。船で輸送途上の現物をキャンセルするわけにもいかず、TBS の敏腕ンンディレクターで、つぶらやの長男でもある、つぶらやはじめの仲介で、 TBS が変わって1200シリーズを購入し、同局のために、つぶらや特技プロダクションがオプチカル合成技術を用いた特撮番組を制作するという契約が結ばれ、機材を遊ばせないために、まだ検討段階にあったアンバランスの制作を決定、タイトルは後に、ウルトラ級に改められ1966年から放送を開始し人気を博した。また機材は、後の、 ウルトラシリーズでも使用されることとなった。このプリンターは、その後、TBS 局内にあった TBS 現像所で長い間使用され、映画、CM 等で活躍した。当時のつぶらやプロの購入騒動に刺激されてか、オックスベリー社製のオプチカルプリンターはその後も、東映化学工業や東洋現像所などの大手、現像所や日本エフェクトセンターといった合成の専門会社に、 相次いで設置されることになった。ちなみに、業界内でも高品質な合成カットで知られていた、デン・フィルムエフェクトの社内では、線画台を使った作画や合成用マスクの作成が専門であり、仕上げのプチカル撮影は、日本エフェクトセンターへと一任されていた。東方特殊技術家や、つぶらやプロが、オックスベリー社製のプチカルプリンターを購入する、以前、 あるいは以後の映像業界でもエリアルイメージ合成器と呼ばれるオプチカルプリンターの一種が各社で重宝されていた。これは機材に付属している線画台にて作成したマスクをデュープ時に映像素材と合致させて現像書に納入すれば翌日には合成カットが完成する仕組みである。構造自体は極めて単純ながら合成時に必要な U マスクと メスマスクの現像工程を省略して即座にデュープ処理できるのが最大の利点である。オックスベリー社製のオプチカルプリンターだと作成したマスクをパンクロマチックフィルムで撮影し現像工程を施した上で翌日のデュープ時に映像素材と合致させてといった具合に日数的なロスが必要なのに対し早く仕上がることから整備面も含めた コストパフォーマンスの高さは劇場映画よりもむしろテレビシリーズ作品の撮影スケジュールに向いていた。テレビでの具体的な使用例として虫プロ少子が制作したヴァンパイアが挙げられる。同作では同期を使用することで実写映像とセルアニメーションの合成を多用することが極めて容易となった。1956年に 小畜系で公開されたイブ・シャンピ監督の日仏、合作映画、忘れぬ母上で、日本映画技術賞の特殊技術部門を受賞した川上影氏は、小畜特殊技術家に備えられていた、エリアルイメージ合成器を存分に使っている。川上の弟子だった、矢島信夫は、どうかの縮小から不要となった同期を手土産に、1959年には、 創設されたばかりの東映特殊技術家へと移籍した。矢島の合成機は、同社の劇場映画やテレビシリーズ作品の数々にて、フル回転することになる。その後、東映は1966年の大人術映画渡りの撮影用にオックスベリー社製、オプチカルプリンターを購入、系列会社の東映科学工業に設置された。これによって、 矢島の合成器はお役御免となった。同期は、その後の特殊技術化縮小に伴って独立した合成日誌の山田隆氏へと譲渡される。もともとは35ミリ用だったが、山田はそれを16ミリ用に改造した。そして、これを主力に、山田合成という16ミリ合成専門の会社を設立、1977年にチャンネル16へと、 社名変更する。チャンネル16による16ミリ合成は16ミリフィルムに片側しかパーフォレーションがないことから移動マスクや切り合わせ合成は合成した画面がそれぞれ微妙に揺れてしまうという問題点があった。もっともこの点も80年代後半からは大幅に改善されテレビの画面で肉眼で見る上ではほとんど画面の揺れがわからないほど微細なものにまでなっていた。 光線や稲光など、線画の合成の完成度は、年々高くなっていき、80年代後半以降は35ミリフィルムによる、線画合成に匹敵するクオリティがあった。特に、テレビ作品の場合、つぶらやプロでは合成カットのみ35ミリフィルムを使用していたが、それによって16ミリで撮影した他のカットとの、フィルムの色調の変化が著しい場合もあった。しかし、 チャンネル16による80年代後半以降の線画合成はもともと16ミリフィルムを使っているため、色調の変化がなく、その点では35ミリによる合成より優れていたと言える。山奥などのロケ地に35ミリオカメラを持ち運ぶ、労力が省けたことで、屋外での火薬効果やワイヤーアクションを多用した手持ち撮影でも、オプチカル合成のカット数を増やすことが可能になった。 その手軽さのため、超電子バイオマン以降の作品では、光線技などのオプチカル合成を乱発して、予算を何百万も超過するなど想定外の副作用を招くことがあったと、東映の鈴木武之プロデューサーは、当時の苦労話を述べていた。チャンネル16のスタッフは、映画公募を経て、日本映像クリエイティブに、九州再編成された。 デジタル合成が主流となった2000年にも、同社担当の未来戦隊、タイムレンジャーでは、16ミリ仕様のエリアルイメージ合成機を用いた、昔ながらのオプチカル合成が使われ続けていた。2001年、百獣戦隊がオレンジャーの第6話を最後に、同社はデジタル合成専門の体制へと移行した。ありがとうございます。